エンジンオイル、オイルタンク、今空の状態なんで入れていきたいと思います。これも1本目2本目は、入るんですけどね、3本目はオイルタンクそれぞれによって容量が違うんで、その辺は、ゲージ使って確認したり目視で確認したりしてください。でクランクケースにしばらくエンジンかけてない車両だとクランクケースに、オイルが溜まったりしてるんで、それが戻ってくるってことがあるんでね、最初は入れすぎない方がいいと思います。シュベルチョッパーの、今出来上がって、これから、エンジンかけて火入れるまでの工程をちょっと撮りたいと思います。まずね、まだ、火入れてない状態で、エンジンかけてない状態なんで、まずは、ガソリンを入れてやって、最初だから、このガスタンクも容量は 8.5 リッターぐらい入るんですけど、ちょっと少なめに入れてあげて、でガスキャップもしっかり閉めてやる。まずエンジンかける前に、火花のチェックをしたいと思います。ここで、フロントとリアのプラグを外してみます。もうしばらくこのエンジンは動いてない状態なんで、抜いたプラグをフロントとリアプラグコードを挿してあげると、これは毎回組み上がったバイクでエンジンかけるときはまずこういうチェックからかけていくと、ここで、誰かいれば、やってもらったらいいんですけど、一人の場合はこういう風にシリンダーに、プラグ前後を当てて、ここで一人でやるのはしんどいんですけど、一人でもできるということなんで、こういう風にでメインスイッチを入れます。そして一人でこういう風に火花が飛んでるのが分かると、これで、火花のチェックですね。いい火が飛んでるんで、この車両も配線を一から引き直して、やってるんで、何があるか分からへんから、まずはちゃんと火花チェックをすると、そしてこの状態で、クランキングです。
エンジンオイルも、まあ、今入れてる状態なんで、ここでクランキングしてオイルを回してます。まあ、クランコード抜いてたら蹴るのも楽なんで、この状態で、クランキングしてやります。抜いたプラグをチェックしっかりかけて緩みがないか確認して、フロントとリアにつけていきます。この辺もね、人によっちゃ緩んだらあかんっていうのでめちゃくちゃ強く締める人いるけど、まあここはある程度で全然いいところなんで、緩すぎるとあかんし、強すぎてもあかんし、適度で。で、しっかりとはめ込む。ガスですね、ガソリンが来てるかどうかっていうので、まあ、キャブレーターは、E キャブをつけてるんですけど、ガソリンが来てるかどうか、まあ、キャブのコンディションをちょっと見てみます。まあ、ガソリンコックをオンにして、まあ、これファンネルがついてるんで、実際ライトを照らせば中見えるんですけど、ガスの量が少ないようであれば加速ポンプの方を、調整してガスの量を自分で決めていくようにします。今これでガスは来てるんで、これから、キックの方を踏んでいきたいと思います。まずはね、カラーキックから、していきます。カラーキックが終わったので、次は、キーの方をオンにしてエンジンをかけるようにしていきます。